サンゴルティエは、フランス、サントルイコールバルドロアール地域圏、アンドル圏のコミューン。県南部に位置し、自然上の地方区分では、ボアショーシュド地方に含まれる。ラブレンの地域圏自然公園の一部である。ルブラントは 27km、シャットールートは 29km 離れている。コミューンを流れるのは、クルーズ川とブザントゥイユ川である。コミューン内で、 二つの河川が合流する。複数の県道がコミューンに通じている。鉄道路線はポールド・ピル・アルジャントン・シュル・クルーズ線がコミューン内を通過する。最寄りの鉄道駅は1 0トル離れたアルジャントン・シュル・クルーズ駅である。フランス革命時代、コミューンは暫定的にロシュリーブルと呼ばれていた。サンゴルティエとはシャラントにあるレストルプ修道院の院長。 ゴルティエにちなんだ名称である。1040年、ラ・マルシュ博とシャバネ領主は修道院を略奪し火をつけた。院長、ゴルティエは事件が起きた際には現場に不在で二人の犯罪者を破門する要教校長へ訴えた。賠償の際にラ・マルシュ博は修道院を修復する費用を払わねばならなかった。シャバネ領主は自身がベリーに所有する。 クルーズ川両岸に広がった土地を寄進しなければならなかった。川の左岸に現在あるのがリバレンヌというコミューンである。右岸は当時農民が少数しか住んでいない無名の土地であった。この土地に11世紀後半教会を建てることが決まった。教会は1070年に死去し3年後に劣勢された院長ゴルティエに捧げられることになった。サンゴルティエは 王室司祭の席があり、ラ・シャトルのエレクションの一部であった。村の領主権は、修道院長とシャトールの領主が共同で持っていた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、 カジニー、2006年以降 i NSEE。コミューンはバランセチーズの製造と熟成で使用される生乳の生産地域に含まれている。ありがとうございます。